どうもこんにちは、カノカズマです。ですまたねベノムの動画です。まあ、もうすでに4つくらいね動画作ってんだけど、もういいか別にいやまあね、うん、もうこれで最後だから、これで最後にするベノムの動画。うん、でまあそんなこと置いといて、ベノムがね今現在すごい大ヒットしてるんですよね。クイーンのねボヘミアン・ラプソディに1位を取られちゃったんだけど、でも全然まだまだ大ヒット中ということでね、すごいいいことだと思うんですけど、そのね大ヒットしてる中でも特に女性にすごい受けてるみたいですね、このベノムが。なんでこんなに女性に受けてるのか僕なりにね考えたんですけど、3つのポイントがあるんだと。この3つのポイントから女性にベノムが好かれてるんじゃないのかなと思ったんで、この3つのポイント言っていきたいと思います。まずはね、やっぱりなんといってもベノムっていうキャラクターの萌えですよね。あのキャラクターにやっぱ萌える要素があるのがまず一つ目のポイントだと。で最初はさ、やっぱ公開される前はもう最悪なんていうね、もう極悪なキャラクターなんじゃないかと思われたんだけど、実際いざ蓋を開けてみたら、あら可愛いっていうね、なんかこうペット感覚というかさ、なんかねそのエディに対してさ、ああもうちょっとちゃんと謝った方がいいんじゃないのかみたいな、その恋愛のアドバイスしてきたりとか、なんかこう人を食べるのは極悪人じゃなきゃダメなんだみたいな、そういうこうなんか従順なね、なんかペットみたいな感じだったり、なんかそういうこう見た目すっげえいかついのに中身はちょっと可愛いみたいな、そのねやっぱキャラクターに女性はもう可愛い飼いたいみたいな、そういうねところにまあキュンと来てんじゃないのかなっていうのがまず一つ目のポイント。そして二つ目の要素が、エディとベノムの、まあ、そのバディ感というかブロマンス要素、まあ、ブロマンスっていうのはブラザーとロマンスのこう合体した言葉で、まあ、要は男同士のそのイチャイチャした感じ、恋愛とまではいかないんだけども、そうなんかイチャイチャしてるのもこうカップルかっていうような、そこにこう女性が燃えるというかね。だからもうエディとそのベノムの二人のなんつうのこうね、最初はさ結構こういがみ合うというか全く噛み合わなかった二人がだんだんと息の合ったコンビネーションを見せてくっていうところもやっぱバディモノとしてもいいし、やっぱシャーロックとかに近いのかな、あれもさそのバディ感というかブロマンス要素がやっぱ女性に受けたわけじゃん。だからそこにすごい近い要素があるのかなと、女性受けしやすいっていう意味でブロマンス要素が一つあるんじゃないのかなと思いました。そして3つ目のポイントが、作品としての隙があるということ、まあ、その作品とかねキャラクターとしての、まあ、隙が多いんですよこの作品って、まあ、脚本がね特にやっぱり結構いろいろとさ理屈がないというか、なんでベノムがエディを気に入ったのかとか、ちょっといろいろとそのファンがその部分を補完しやすい、そうだからつまり隙が多いのよこの作品って。でこうそれはつまり女性ってさ結構好きがある人の方が結構好きになったりするじゃない、ちょっと偏見かもしれないけどね、なんか家事が完璧にできる人よりかは実はちょっと家事ができないぐらいそれ抜けてる人の方が好きみたいな、そういうのってあったりするじゃないですか。だから意外とこの作品もやっぱそういう目線で見ちゃってるのかなと、女性の方はこの作品でその男性とかね、まあ、ネットとかで見た時にそのベノムがエディを気に入った理由がその特に描かれてないからよくわからないんだっていう意見が結構あったんですよ。でベノムがエディを気に入ったのは、まあ、その同じ負け犬だからって言ってたけど、まあ、ちょっと弱いんじゃないかみたいな、そういう意見が、ね、あったんだけど、でもそれを恋愛映画として見た時にやっぱはっきりとこう男性と女性の見方が違うんじゃないかなと。要はその恋愛ってさそんなはっきり理屈はないじゃん、その人好きになるっていう部分でこの人好きだなっていうタイミングって別に明確にあったりするわけじゃないじゃん、なんとなく、まあ、一目惚れかもしくはなんとなく一緒にいて好きになるみたいな、それが恋愛なわけじゃん。だからその男性は理屈、女性は感情で動くってよく言うじゃないですか。だからつまりこれを恋愛映画として見た時に男性は理屈がないから受け入れられなくて、女性はその感情で動いてるからベノムっていうキャラクターがエディを好きになったって、別に理屈がなくても別にそんな好きになるなんてそんな分かんないんだからあんなもんじゃないのみたいな、そういう感じで受け入れられてるんじゃないのかなと
まあ、もしかしたらちょっと偏見入ってるかもしれないけど、そうなんじゃないのかなと、思いました。それが3つ目のポイントでした。はい、ということでね、こんな感じでした。まあなんだろうね、やっぱりこうアイドル映画として見るのが一番このベノムの楽しみ方なのかね。アイドル映画もさ、実際その作品としての好きが結構多いんだけど、でもアイドルがすごい可愛いからこの作品めっちゃ好きなんだよねっていうのが結構アイドル映画としての魅力だってするじゃない。だからベノムもベノムっていうキャラクターのアイドル映画なんじゃないかなと思うよ。そうやってね見たらまた違った見方というか楽しみ方が出てきたりするんじゃないかなと思いました。ということで今回の動画は以上です。何か感想などありましたらコメント欄の方にお書きください。それでは別の動画でお会いしましょう。さよなら。